この取り組みは子宮頸がん検診受診の啓発を図るとともに、原因となるウイルスの感染状況を検査できるキットの有用性を検証する目的で、医療法人那覇西会などが行っているものです。検査キットで調べるのはほとんどの子宮頸がんの原因とされ、主に性交渉によって感染する HPV の感染状況です。国の調査によると、2019年の1年間で沖縄の人口10万人あたりの罹患数は全国ワーストの 21.50 で、全国平均の 1.3 倍になるということです。自己採取のキットを、一つきっかけとしてですね、子宮頸がん加えてご自身の健康に向き合っていただきたいなというふうに思っております。無料配布の対象となるのは、子宮頸がん検診の受診がしづらい25歳から49歳の一人親世帯の母親100人で、支援団体などから配られる QR コードから申し込みできます。